高知家の若者カフェと題して行われたこのイベントは、若者世代の投票率向上につなげようと県選挙管理委員会などが企画しました。昨日は県内の高校生など13人が参加。講師を務めた総務省の主権者教育アドバイザー越智博隆さんから、子どもの頃から社会の仕組みと向き合い方を学ぶことは大事などといった話を受けていました。その後グループごとに自分たちが通う学校の校則の見直しについて議論が行われ、何ができるかを考えることが社会や政治の重要性を知るのにつながることを学んでいました。自分とはすごい遠いことだなとか難しいなって思ったんですけど、学校のことを考えることも社会のことを考えることにつながるんだなって気づいたので、なんか身近なことからでも考えていけたらなって思いました。県選挙管理委員会では今後もこうしたイベントを行い、政治への関心や投票率の向上につなげていきたいとしています。